オーロックスは、牛か牛族に属する牛の一種。カチク牛の祖先であり、子孫であるコブナシ系カチク牛やコブ牛は、全世界で飼育されているが、野生種としてのオーロックスは1627年に、世界で最後の一頭が、ポーランドで死んで絶滅した。体格は、体長。 約 250-310cm、体高約 140-185cm、体重約 600000kg。体色は、オスが黒褐色、または黒色、メスは褐色。角は大きく滑らかで、長さは 80cm ほどとされる。英語でこの動物を指す名称として使われるものに、オーロックスやウルスがあるが、 前者はこの動物を指すドイツ語に、後者は同じくラテン語に由来する。600年頃のセビリアのイシドウルス、ヒロツカサ教によれば、ウルスは山を意味するギリシャ語のローに由来するという。また、本来はバイソンを指すワイズントという語称もよく使われるが、バイソンとオーロックスは非常に古くから混同されてきた事実がその背景にある。ユリウス・カイサルが、 ガリア遠征の際にオーロックスを像よりは幾分小さく姿形や色は牛によく似ていると記述した頃にはバイソンとオーロックスはそれぞれボナス、ウルスとして明確に区別されていたがそれから約一世紀後のダイプリニウスは博物史ですでに人々がバイソンとオーロックスを混同すると嘆いているこの傾向はバイソンとオーロックスが双方とも 個体数を減らしどんどん身近でなくなることで白車がかかり、ついには両者が別の動物であることすら忘れ去られるに至る。また学名としては、イエチク種は野生種の学名を使うという慣習から、かつて BOS トーラスという学名を与えていた家畜牛と同じく学名を BOS インデカスとされたブウシについては、その祖先であるオーロックスと、同じ BOS プリマジニアスという学名を使用する、傾向にある。特にイエチクシを指すと明確にしたい場合には、アッシュとして、BP トーラスや、BP インデカスとするか、旧例通り、BOS トーラスや、BOS インデカスとする。学名として、カチク牛に与えられた、BOS トーラスとオーロックスの BOS。 プリマジニアスではより古い名称は BOS トーラスであるため、両者が同一種とされた場合の学名の優先権は、本来ならば BOS トーラスにあった。しかし、野生種にイエチク種の学名を持ち込むことは大きな混乱を引き起こすと判断されたため、2003年に動物命名報告最新議会が協権を発動し、優先権は BOS プリマジニアスが持つこととなった。 オーロックスとステップバイソンの交配とヨーロッパバイソンに至る遺伝上の系譜図絶滅したオーロックスには次の三足があったとされている。これらは蒸気の足としてのイエチック種とは別である。ウシカの動物は自然界においても別種同士で繰り返し交配してハイブリッドを生み出してきた経緯があり、各種の遺伝上の系統や関係を明瞭にすることが困難になっている。 アメリカバイソンは、ステップバイソンの一部が焼くと荒廃した子孫が一度北米に到達し、おそらく第二波のステップバイソンの北米への流入を経て、ジャイアントバイソンや昔バイソン等の大型種へと発展し、後に小型化して生き残った子孫であると考えられる。一方、ヨーロッパバイソンとコーカサスバイソンは、北米に流入したステップバイソンの子孫が、 ユーラシア大陸に復帰した後に、メスのオーロックスとの間になしたハイブリッド種、ヒックスバイソンの子孫であるとされる。生息当時のカクア種の分布図 BOS、プリマジニアスプリマジニアス BOS、プリマジニアスモータニカス BOS、プリマジニアスナマデカスおよそ200万年前に、インド周辺で進化したと考えられている。ハラュウは、第4期諸島のうちに、 中東に分布を広げ、ヨーロッパに到達したのはおよそ25万年前で、あるとされる。更新予末期には、ヨーロッパ・アジア、北、アフリカなどの広い範囲に分布しており、1万5千年前のラスコー洞窟の壁画にもオーロックスが描かれている。日本列島では、岩手県の花泉遺跡から、ステップバイソンの近縁と思われる、花泉森牛と共に、原牛の化石が発掘されている。 かつては、ユーラシア全体及び北アフリカで見られたが、生息していた各地で開発による、生息地の減少や食用などとしての乱獲、家畜化などによってオーロックスは消滅していった。南アジアでは、歴史時代の比較的早期に姿を消し、また、メソポタミアでもペルシア帝国が成立する時代には、すでに絶滅していたと見られる。北アフリカでも古代エジプトの終焉と、 同時期にやはり姿を消している。中世にはすでに現在のフランス、ドイツ、ポーランドなどの森林にしか見られなくなっていた。16世紀には各地にオーロックス金領区ができたが、それは諸侯が単に自らの趣味、道楽として狩猟する分を確保するために設けた。ものでしかなかったため、獲物を取り尽くすと共に閉鎖された。最後に残ったのは、 ポーランドの首都アルシャワ近郊のヤクトルフにある保護区であったが、そこでも密漁によって数は減り続け、1620年には最後の一頭となってしまった。その一頭も1627年に死亡が確認され、オーロックスは絶滅した。その後、1920年代より、ドイツ人の兄弟ルッツヘックとハインツヘックがベルリン、および、 ミュンヘンの動物園において現存する牛の中からオーロックスに近い特徴を持つものを荒廃させ、オーロックスの姿をよみがえらせようと試みた。作室は1932年に成功し、その個体の子孫は現在もドイツの動物園で飼育、展示されている。この牛は体型や性質はオーロックスに近いものの体格は幾分小柄で作室に携わった。 当時の動物園長のルッツヘックの姓をとってヘックキャトルとも呼ばれる。近年ではオランダで遺伝情報や近似種の後輩によって復元させようと研究が行われている。ありがとうございます。